セラーって誰でも名乗れる。しかも結構心理学系の資格って本当にいくつもある。お茶屋さんです。本日はモグさんをゲストにお呼びいたしました。こんにちは、モグです。心理学を大学で学んでいます。公認心理師と、臨床心理師の資格を取るために頑張っています。臨床心理学ってどういう学問なの？現場が主に産業であったりとか医療だったり教育、福祉もありますけど、まあ、結構様々な領域で実践を行うっていう上で役立つ学問かなというふうな。普通の心理学と違うのはやっぱり臨床っていうのは人を相手にするので、目の前の人に対してどういう支援が有効だろうかっていうのが入ってくるので、心理学はよく科学って言われるんですけれども、なんかそれだけじゃないものが求められるかなっていう。よく医学的モデルと比較されるんですけれども、医学的モデルは何か問題っていうものがあって、はい、でそれを直していこうねっていう形があると思います。臨床心理学の場合はどちらかというと、まあ、その人の人生があって、その人の人生がより良くなるためにどういうことをお手伝いできるだろうかっていうことを考えるっていうイメージ。例えば病気があった時に、まあ、お医者さんだったら治しましょうっていうことが、臨床心理の場合はどちらかというとその病気を抱えた状態でどう生きていくかっていうことを考えることが多いかなっていう。カウンセラーという特徴があると思うんですけど、カウンセラーと臨床心理士の違いとかってありますか？カウンセラーって誰でも名乗れる。しかも結構心理学系の資格って本当にいくつもある。私の知ってる限りで挙げると、臨床心理士はもちろんそうです、公認心理士もそうなんですけど、割と信頼できる資格でいうと産業カウンセラーの資格であったりとか、あと学校心理士であったり、認定心理士とかだと本当に大学で心理学学んだだけで取れますみたいな。なるほど。心理士の中でもどれぐらいより深く勉強するかによって結構差がある。だいぶ差があります。なるほどなるほど。カウンセリングという形で受ける際は、その人が何の資格を持ってるかっていうのを結構チェックした方がいい。調べた方がいいと思います。なるほどなるほど。自分が例えば心の悩みを抱えてねといった場合に、どういう方に受けたらいいのか。2つ言いたいことがあって、はいはい、まず1つ目に、めちゃめちゃ状況によります。というのは、経済的に余裕がなければ、大学の開いている相談室っていうのが結構安価で利用できたりして結構いいなみたいなところがあるんですが、はい、大学でその相談室に行くと、大学院の今訓練されてる方に当たることもあるので。あーなるほどなるほど。研修医みたいな。そんな感じですね、うん、開業のカウンセラーだと本当に1時間1万円とかざらばなので、それこそ大学生であれば大学に相談室というものがあって、多分そこの大学生だったら無料で利用できると思うので、そこもおすすめですね。勉強しなきゃいけない資格で言うと、はい、その臨床心理士と公認心理士なんですけれども、はい、臨床心理士の場合は大学院に行かなきゃならない、はい、その専門の勉強をした方がなるっていう部分はあるんですけれども、一方で学部でこの授業を取らなきゃいけないっていうのはないんですね。公認心理士の場合は学部で取らなきゃいけないんです、はい、取らなきゃいけない科目があって、はい、なおかつその大学院行ってもその資格のその受験要件を満たすし、実務で働いてもいいって形なので、なその学部で取らなきゃいけない代わりに大学院行ってもいいし行かなくてもいいっていう。臨床心理士と公認心理士の場合だと違い比較ができない。そうですね。なるほど。基本的にはその心理1本でカウンセリング1本でいた人は両方取ることが多いです。臨床心理士の資格要件を取るには大学院を入らなきゃいけないので、そっちは大変だけれども、公認心理士は実技経験があればその経過措置で、取れるので、じゃあそっちだけ取りますっていう方はいらっしゃると。臨床心理士と公認心理士をこうどう使い分けるとか、どう判断するのか、自分にはどっち行きゃいいのかとか、あるいは両方なのかっていうのはちょっと全然複雑というかわからない。今どの方にかかればいいかっていうことでお話されてますよね、はい、両方ある方が安心。時代がどっちが主流になるとか、どう住み分けっていうのがまだ決まってない状態なので、なるほど、取る方からすると両方取った方が安全かなっていう気はしますし、やっぱり臨床心理士持ってる方は大学院で学ばれてるので、そのあたり信用できるかなっていう。じゃあ制度的には昔からあるわけではなくて、最近公認心理士が今年初受験。めちゃめちゃ出来たてほやほやだと思う。資格だけでその信頼できるかどうかって実は決まらなくって入り口でしかないんですよね、うん、であとはその人の技術であったりとか、はい、あと相性っていうのがものすごく大事で、結構私の話になってしまうんですけれども、とある大学で教鞭を持ってらっしゃる方の開業行ってたんだけど、なんかもう全然合わなくてもうダメだこれみたいな感じだったので、ある程度の資格は参考材料ですけど、それを前提に自分の相性とか技術とかをこう見極めた方がいい。逆に言えばその資格がなかったとしても自分に合ってるんだったらいいんじゃないのとは思いますね。なるほどなるほど。ちょっと面白いトピックがレシリエンス、はい、例えば、まあ、悲惨な経験にあったりとか災害に遭いましたっていうことがあった時に、まあ、その時に心が不調になりますよねっていうことは、まあ、結構言われてるなっていう感じがあるんです。それで深刻なダメージに陥ってしまう人っていうのは全体で見ると少数派なんです。で、他のその多数の人は実はその自分の持ってる力で回復していくっていうのがあって、ストレスに対するその弾力性っていうものをレジリエンスって言っていて、
で、それを高めるために何ができるかなっていう方法論として何が挙げられますか。自己効力感って分かりますか。なんか自尊心とはまた違うんですけれども、はい、自尊心はその自分を尊いと思う気持ちじゃないですか、はいはい、自己効力感っていうのは例えばテストがあったとして、はい、まあ、勉強の計画を立てたとして、これをやり抜けるっていう目の前の状況に対して自分は何とか対処できる、耐え抜く力みたいな。耐え抜くとはどっちかというと違いますね。どっちかというと乗り切るの方が、あ、乗り切る、うん、なるほど、やっていけるぞみたいな、そんな感じです。なるほど、高めることでレジリエンスが発達するという一つの方法ですね、うん、あとはその頼れる人がいるかどうかっていうのが結構大きいです。あ多分レジリエンスに預けたら多分いろんな間違いないです、ね、あとはこれを面白いなって思ったんですけど、はい、これをじゃあ見ましてもないというかなんかかもしれないんですけど、そのレジリエンスになる一つとして希望っていうのがあって、またパワーワードみたいなのができて、ここ3つ聞きましたけど、どれもまたそれを持つにもまた大変だなというのは難しいなというのは、まあ、最後に臨床心理を目指している方に向けてのメッセージ。臨床心理士になりたいっていう方っていつも向いてるのかなって結構悩まれる方が多いんですね。で、周りからもお前向いてないよみたいなあると思うんですけれども、短いスパンでそのなんか私向いてるとか私向いてないって考えるよりは、その自分が臨床心理士としてやっていくためにどうすればいいかなということを考え続けて、本当に諦めないでほしいなっていうふうに思います。本日はモグさんをゲストにお迎えしました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。